皆さんこんにちは、あさなぎコンサルティングの司法書士加山麻里乃です。今日はですね、YouTube のですね動画を投稿していたらですね、初めて、こういった動画が見たいっていうようなリクエストをですね、いただいてですね、とっても嬉しくなりました。ありがとうございます。で、いただいたコメントがですね、受験中に、苦手だった論点ですとか、そういったちょっとお話をしてほしいと、いうことでコメントをいただいたので、直接そういうお話じゃないんですけれども、受験中にですね使っていたアイテムをちょっと2つご紹介したいなと、思っております。で、まず会社法の勉強の対策としてなんですけれども、この卓一論法というのを使ってました。これレックで販売していて、で実は司法試験用のものなんですけれども、論法だけはですね会社法に関して言えばこれを使っていました。で、これ本当とってもですね見やすくてですね、なんかこういう形でですね、読みやすいようにですね、読みやすいところはこう青いか字色とか変わってですね、あるような、そういった、ものです。これは本当にものすごくこれは良かったです。で、これを使い方なんですけど、これもう本当に条文がそのまま書いてあって、で分かりやすく色分けされていたりとか、たまに表とか載ってるんですけど、こういったも表とか先例っていうのも全部見ずにですね、1日20条ずつ条文を読むと決めてですね、もう毎日20条ひたすら読んでました。そうするとですね、こう1ヶ月で、1周できるんですよね。もうとにかく毎日毎日見て、本試験の日までもう、年明けいつからかな、11月ぐらいからかな、10月ぐらいからかな、本試験までも毎日20条見るって決めて、毎日20条ずつこうずっと読んで、もう何週も何週もこれも読み倒しましたね。本当ひたすら読み倒して、で、会社法ってこうなんか条文とかを読んでると必ず解けるような問題になってますので、本試験の問題ももしでもそうですけど、なのでですね、こうやっぱ一日一日こう同じことをするといいますか、こうルーティン化するっていうのがすごい大事なんですよね。で、やっぱやる気、勉強してるとやっぱやる気が出ない日とかもすごいあるので、どんなにやる気が出なくても、こう一日20条の条文だけは読むんだって決めてたので、でこれをこうやっていくうちにもう完全にですね、条文に関しては本当にマスターしてました。いつももう何条っていうだけでですね、もう条文全部言えるような状態でした。今はちょっと勉強離れちゃったので言えないんですけど、という形でこの卓一会社法の卓一論法を使っていました。で、もう一つがこれ表ノートっていうやつで、テキストとかの大事な表をコピーして、それをひたすら貼り続けたノートをずっと使ってました。これこんな感じでドラえもん貼ってますドラえもん貼ってます。で、これはもう本当に単純にですね、なんかこう、ひたすらこう表をですねコピーしたのをこう貼っていって、もう書いてるっていうような感じですね。見えるかな見えないかな、こういう感じでひたすら表をコピーしたのを貼ってました。貼って、これをですね、これもですね1日10ページ読むって決めて、もう毎日毎日これ読んでました。で、こういうただ勉強の仕方とかじゃないんですけど、表ノートとかを使って、こういう全部表とか絶対どの予備校もテキストあると思うんで、この表をですね、これも先生から、教えてもらった話そのままなんですけど、暗記の仕方としてもう完全に、その表をですね、見ずに、そうか、同じものを白紙のノートにですね、もう線からですね書いて、で全く同じものを書けるようにしてました。なので私この表ノートの表を全部書けてましたね、最後は本当に。そういう感じで、やっぱこう原始的な方法がやっぱ一番効くんですよね、暗記っていうのは。なのでこう見て覚えるじゃなくて、もうひたすら書くっていう形で、でこの表と同じなんかこう表が書けるまで、毎日毎日書き倒して覚えてました。でよくやって、苦手科目とかもたまに聞かれるんですけど、あんまりですね苦手科目っていうのは実は私はなくてですね、それは単純になんかこうないある苦手な科目って考えないでもちろんしていたっていうのもあったんですけど、
まあ、C っていうのであればですね、まあ、午後の部の、 あの問題を、まあ、ずっと解けるようにする訓練はもうずっと意識してました。やっぱ午後が大事だと思っていたので、あの午前はやっぱみんな誰もが取ってくるので、もう当然のように勉強はもちろんしましたけど、まあ、午後ですね、私のですね、持論としてなんですけど、民事三法は絶対に取りたいと思っていて、もう民事三法を制する者は午後の部を制する、で午後の部を制する者は司法書士試験を制するっていう持論を持っていたので、民事三法だけは絶対落とさないと思って、もうそれだけはですね、もう本当に標語を書き倒し勉強していましたね。で、まあ、不動産登記、商業登記っていうのはもう過去問とかをですねひたすらやり倒して、でもう供託法も一緒ですね、同じような形でですね、こうまた科目別でまたどんどん喋っていこうと思うんですけど、まあそんな感じで勉強していました。で時間もすごいこだわってました。卓越は絶対に45分で解くと決めて、で期日も1時間1時間で解いて、であと15分で見直すと決めて、本試験もそのままその通りやってました。まあ実際1時間もかからなかったんですけど、まあ、見直しの時間を取れるほど余力を持ってですね、勉強はしていました。まあ、苦手科目がないと言いますか、苦手じゃないように、まあ、できないから苦手だとやっぱ思うわけで、それをやっぱできるようにすれば苦手にはならないのでっていうような、もう精神的なあのところにやっぱ勉強、私は依存 しながら勉強していました。で、まあ、受験生、まあ、これ人によってやっぱりこう勉強の仕方って全然違うと思うんですけど、やっぱり勉強をどういった勉強の仕方がいいとかじゃなくてですね、もうとにかく絶対受かるといいますか、自分ならできるっていう、ね、こう気持ちまた、ね、精神論になっちゃうんですけど、そういう気持ちを持ってですね、やれば絶対にうまくいきますので、またですね、ちょっと科目別でも本試験また近くなったら、本試験の時の時間配分ですとか、解く順番ですとか、そういうのもどんどん喋れればなと、思っております。で今日はですね、受験中に使ったアイテムについて、お話しさせていただきました。またですね、動画を更新したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。